こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム動画で行こうです。スターフォースポケットをやっていきたいと思います。今回は、WBCA の出走ですね。さあ、おっと、マキバオ、そう、マキバオイベントがスタートなんですよね。まずは、で、ペットにあげちゃいましょう。もう一個食べる、美味しく食べろよ。お、マキバオチケット10プラス8、馬風席ももらえるという。マキバオチケットか。ちなみにマキバオチケットなんですが、あ、その前に、で、1日1回出入りガチャ、マイネル・ハーディ、マキバオガチャのチケットはどこに、お、いろいろありますね。マキバオに出てきた、さっきもらったチケットはどこで使えるんだろうね。ちなみに一回だけ引いてみましょうか。さあ、何が来るかな。ああ、普通ですね、オレンジピール。まあ10連を引かないとこれ意味がないです。まあ、マキバオン結構定期的にやってますからね。ガチャ提供割合はご覧の通り。ウルトレアレアがありますね。1% ですけどね。マキバオンを手に入れると、非常に嬉しいという。でも、それはなかなか機会がないし、次いつイベントやるかわからない。次があるのかもわからない。水着？水着とはなあ。あれ？じゃあ、秘書を水着に変えられんのかな？カジュアル変えましょう。ああ、変えられないんやな。おみくじも引きましょう。つぼみ。つぼみって言ったら、そう。某。セクシー女優の、つぼみなんですけど、ニコ生でゲームやってましたね。もう、ボーダレスに、まあ、もともとつぼみさんゲームが好きだったんかなと思うんですけど、まあ、こういうインターネットメディアですね。YouTube とかニコニコ動画だと、ボーダレスに、やるってなんだ、ゲームを、ゲーム配信をや、行うっていう、時代になったのかと思います。お、メダルもらった。こうして地味にメダルが増えていきます。なので、まずメダ、普通に G1 で稼げたりするんで、メダルがどんどん増えていきます。で、メダルを馬風席に変えられないんで、あんまり使い道がない。ですが、まずゲームオーバーになることはないでしょうということで入球しましょう。人参か。
販路ですね。大根です。大根か、大根じゃない。スタミナとか、あの距離適正なんで、所詮。ちなみにですね、今484キロか。まあ何でもいいけど、これで馬体重を見ます。やっぱまだ重いということが分かりましたんで、取り消します。地味にコインも稼ぐことができましたね。おっと？と、これはどうしようかな。スタミナはあんまりいらんしな。あえて気象改善いくかな。まあ、調子回復ですね。ちなみに今482キロですが、この体重だとどうなのか。やっぱりまだ480キロか。ベスト体重は。ちょっと状態が不安視されますよね。状態を良くしたい。さあ、人参も。オレンジジュースかな。さあ、あっという間に2月を4週になっちゃいました。そうですね、ここで、あれですよ、投入ですよ。もう1週。で、回復の0キロはないのかな？これか。さあ、これで WBC 出しましょう。今回は何出そうかな？WBC クラシック。これを出したいと思います。横乗りいた。おっと、出席時間が過ぎてるから登録ができない。だって、うそ。あ、できましたね。ちょうど境だったんで、止められちゃったみたいですが、はい、ここまでの成績がご覧の通り、15戦の12勝ですね。ここは4連勝、WBC ターフも取っております。まあ、今回クラシック 2000m ということで、果たして、いい結果が得られるのでしょうか。はい、ではまた後で確認したいと思います。では一旦。
ここで失礼します。さて、WBC の結果が出ましたので見ていきたいと思います。ドキドキ。体重はベストですしね。今緑の巻き場をガチャをいつまでだろうやってます。 2.3 倍一番人気。お、4つ粒3つが20丸ですね。ここではもう、2400のタフですが2勝してるんで、まあ、ここは何としても勝ちたい。4連勝中ですね。さあ挑戦していきましょう。はい、WBC クラシックです。近代競馬発祥の地、イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。さあ飛び出した12頭、ちょっと出遅れたんでしょうか。10番アーキペンコ、ダッシュがつきません。アーキペンコ。先頭に行くのはアワポエティックプリンスが行く構え。5番マジックレイブン、4番プロイバ対日本ピロツモロー。1つ目の橋、タワーブリッジに差し掛かります。内を通って、1番、バルブラブ、ヘズード、内から1頭、9番、カタノカービン、6番、トワイスオーバー、それから、バンデッサ、そしてその後ろから、12番、フリーイーグル。今どこにいるんだろう。個人、10番、アーキペット、ちょっと離れて、8番、ザグレイガツリーであります。5番手、もう一度前から3番手集団のうちの、1頭ですね。さあ残り 1000m 切りました。半分です。今日も勝利をつかむか。片野カービンと横山紀州、そして6番手にエズードであります。そのうちドアイスオーバー、橋を渡って12番フリーイーグル、2番プロイバ対スターオブコジーンであります。そしてその後ろからアーキペンコ、一番後ろにザグレイガツリー。さあ手むず側、さあ500で切ったぞ。まだ動きはないが400。さあ仕掛けていった。さあ並んでいる日本ピロトゥモローと今のところ仲がいいファールラブ、勝ちましたね。競り合いを、競り合いをぐいっと伸びました。着差以上に強い競馬だったんじゃないかなと思います。イエーイ。厩舎レベルもアップ。やりました。三段ケーキをゲット。472kgですか。
緑巻き場王の復刻ガチャっていうのもあるみたいです。はい、というわけで、見事に型のハービン勝利しました。勝率が 80% を超えて、連対率は 90% 超えですね。唯一レーンを外したのが SWBC のみか。WBC を3勝、GI は7戦全勝です。というわけで、ですね、次は、SWBC を狙っていくか、それとも、適当な G1 があったらそちらを使ってみたいと思います。はい、スターホースポケットをお送りいたしました。ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数を増やしたいと考えております。チャンネル登録まだの方ぜひですね、この動画のタイトル欄の右にあるチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、いつものことですが高評価コメント、また SNS の拡散も歓迎しております。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。動画プレイリストにつきましてはですね、あなたのチャンネルに、貼り付けることもできますので、ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。